金浦空港駅は、大韓民国ソウル特別市公正区防下道にある、ソウル交通公社、空港鉄道、ソウルシメトロ9号線、金浦都市鉄道の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地下駅で、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。9号線、空港鉄道への連絡通路は、ホーム松底寄りにあり、乗り換えゲートが設置されている。 改札は上下ホーム別々に設置されており、改札内でホーム間を移動する場合、地下3階の9号線、空港鉄道ホームを経由する必要がある。この際、連絡通路上の乗り換えゲートを2回通過する必要があるが、運賃計算には影響を及ばさない。2018年1月より老朽化したホームドアの更新工事を行い、 同年4月15日より新しいホームドアが稼働を開始した。新しいホームドアはドアが閉まる際に警告音が追加されている。化粧室は改札外に2カ所、出口は1番と2番の2カ所ある。乗り場ホーム番号は存在しない。ホームは空港鉄道と9号線で共用している。2層構造で地下3階に島式1面2線と単式1面1線。 地下4階に、島式1面2線、計3面5線を有する。ただし、地下3階の単式ホームは通常使用されないため、実質的には、計2面4線となる。空港鉄道ソウル方面、9号線、中央ホークン病院方面は、地下3階のホームに、空港鉄道院町国際空港方面、9号線開花方面は、地下4階のホームにそれぞれ発着し、 対面の理解が可能である。すべてのホームにフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。9号線と空港鉄道の直通運転が予定されており、駅構内に連絡線がある。9号線は直流電化、空港鉄道は交流電化であるため、この連絡線にはデッドセクションが設けられている。なお、9号線は右側通行、空港鉄道は左側通行だが、 二層構造のため交差することなく直通できる構造となっている。五号線との乗り換え改札口は空港鉄道のソウル延伸号は9号線と共用になり一つにまとめられた。この改札機では他の9号線の乗り換え駅と同様に運賃を引き落とさない。空港鉄道を利用する場合でも改札機に乗車券をタッチする必要がある。 化粧室は改札内と改札外に1箇所ずつ、出口は3番の1箇所ある。乗り場ホーム番号は当記事において、ホームと行き先の関係を見やすくするために付けられたもので、実際にはホーム番号は存在しない。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。金峰都市鉄道で唯一、金峰市街に位置しており、 隣の高村駅までの駅間、距離 5.9km は、同線で最長である。乗り場乗り場番号の設定はない。近年の1日平均利用人員推移は、下記の通り。28、world.kbs.co.kr2019 年9月27日、閲覧、abab9ab3.0 ありがとうございます。